よし、じゃあまた西大山駅まで帰ります。龍山先行っきゃよ。登やないな、この坂を。わぜろ。ローで登らんないかんかもね。あ、お、今かき氷よく食べ元気が出たな。お、登らこら。登る登る。これ普通の自転車やな、のさんのな、わぜか。ああ、モードローに正常やな。ローにギア、いや、ちゃっとん、やっぱ違うの。こわ、普通の自転車なんのぼやなんのこの坂。200系だけで、こわおー、ついてきた。よっしゃ、登りたこら。あとは西大山駅で気張っちゃ走らな、汽車に送ると。まあ汽車終わりやと。遅れたきな、止まらないかんの。野宿やと、野宿。よっしゃ、あとは西大山駅までぶっ飛ばして行きます。今度は買い物だけを左に見ながら帰ります。うわ、線抜くな、来たな。なんでやとか、今気温な、正気の沙汰じゃねえぞ、こら。こういうの抜くかとこよ、チャリンコでよ。まあ、なあ、電動やっちゃうもんね。下もがついてる。眺めはよ、あろん。なんかオーブなったぞ、ペダルが。おい、装備やよ。あ、ダメやっとかよ、こや。おいで。いやね、こう、パワーがかかっとっとかからんとっからよ。そうそう。勝手にグッズ前でしとったよ。おう、そうそう。こ今電池は入ってじゃあ、で、こう、力をいるね、かかるわけや。力を入れんなね、かからんと。おい、引っかしよ。あ、フラワーバー。あ、今よがね。やっぱりなんさち下りだかがなっちゃらこはな。だ、あ、フラワーバグが見えてきた。フラワーバグが下りは忘れろ、くじゃ下りは当たり前に、こじゃどん下りは忘れろじゃな、こら。下りはパワーいらんわけか、電源オフ。あ、下りはこれ電源オフにした方が空回りで走ってるから、こらで、電源入れたらいいな、走らんと。はら、はい、だフラワーパーク通過やな。この信号を左折。お、青じゃ。左折は一発でいかなって、ここは。手をこう上げないかんたら。よっしゃ。何キロでとか、これ時速。うわ、よか風ができたか。買い物だけが。なあ。入れたわけよ。切るなよ。はい、な、変やどうは。よし、最高速。
最高速チャレンジ。で全然やらよ。おー、影休みか。全然最高速チャレンジセント。コンパワーモードのレベラーはいっちゃ減らんどんよ。つきっぱなしじゃあるまいな、まさかな。突然ほいでよ、いきなりゼロになっとんじゃないかろな。ずっと 3やど。意味がわからんとか、こういったミス真ん中のとに電池マークがついてるよ。あー、もんぱい。これカラーちょっとも電池がちょっと、カラーも電池がちょっと全部こう6段階こう下がっていくってことだろうか。まさかおいらこう電源入っちゃうつもりで自力でこいじゃったわけじゃあるまいな。あっしょ、帯でや。買い物だけ、周りだけ。ほら、写真撮影の方が。やばいなあ。っちにしもやっとんよ。あっちにしもどっち向いちゃった、こっち向いちゃった、超簡単。太陽はよ、この買い物だけの今、頂上真上付近やどうかな。あっちへ向かんないかんわけよな、この日もありやな。太陽の方に。太陽と反、太陽に背を向けちゃう、この日もありや。やばい。観光客用にこっち 向けようなったのか、しつけただろうかね。ベースが向いたのか、わからん。んー、なかなかで。あば、種を言う時に向き合うわけ、つぶるわよ。うん、俺たちみんなこっち向いてたから。買い物だけをバックに写真撮ろうと思えばこっち向いて もらった方がわかる。やっぱゲーターしちゃったろ。じゃないね、じゃあどな。じゃあ買い物だけとひまりが映るわけじゃ。すごい技術だったよ、この。ていうか、おひまわり道、裏まで汽車が来るぞ。汽車が来るぞ、汽車が。遅れたぎんの出な、こっちじゃ。チャリンコ。お、もう時間がぐらいよ。あと20分しかねえあるよな。あと20分しかなかっちゅよ。もうあとは全速力じゃ。ここで降りが。メロンジョットの。お、もうちょっとじゃ。踏切まで来た。西浦山行きの看板が見えてきた。はい、右です。一旦停止。はい、右左 OK。 右左 OK。 よし、よし、よし。こっち線やったわけよな、今朝もな。そう反対線行っただから今朝。なあ、関係だったやか。もうまあ、国道に列になったぐらいはみんなの中、こっちからできた女性、あっちから出た方が入るうち。ああ。あれだ、帰ってきたな。お、今朝、さっき、こぎ汽車に乗ってきたしや、イギリスだろうか。泊まりやろうか。帰りやバスやろうか。あれだ、帰ってきたな。オーバーとか。はい。影じゃ。あ、5時半まであっち。の。おんのこっちゃ。ああ、鈴木か、ほら。鈴木か。鈴木か。ゼロ。鈴木。あ、違う。最高じゃ。ドラハとあの汽車に乗って帰るだけやな。押したな。うん。あと、あの、地下がなったってこと。メガネ出るじゃん。おお、これ、収集、な、収集時間、なんちゅうの。あなたの思いを送りましょう。おお。愛、幸福、感謝、絆。幸せを届ける黄色いポスト。
菜の花に関連して黄色やったのかやな。うん。じゃあ帰りますか。さっき降りたやつが枕崎まで行って、うん、帰ってきて。おかも何？うん、いいか。それに距離はっとけ。あ、どろい。あとまだこっから。あ、そうか。ほら来た。来た来た来た。これに乗って帰りましょうか。さっき降りたやつよな。100m 花火見た。あ、上か今日は。まあ座れがなってはな。チケットを取らんねえか。ああ、じゃあ、じゃあ取りましょうか。チケットはあるか。まあまあ、まだ人あるから。今乗ったんですけど、チケットが出てこなかった。あの、一番後ろから乗ったの。ただ、その1両目の後ろの1両目の後ろ。いや、出てこない。どっちも出てこない。まあ、立派なんだよ。ありがとうございました。よっしゃ。着いたね。山川駅に降りました。山川港が見えます。さようなら。中央で行ったことだな。結構乗る人おらんよ。まあ戻りしやらせんな。どっか行ったとやしご。いつ酒あれやこんちゃん。え？今からまた登りやろうぜ。そうですね。よっしゃ、戻ろうかな。お、はい、はい、帰ってきました。帰ってきた。まあ、帰ってきました。ちょっとまた食いまで戻らねえかだと。なんかもう有事、今無人駅よ。本当によ。無事帰る、無事帰る、無事帰る。ちょっと待ってね。ラインか。
はい、いかがでしたでしょうか、今回は。全然バックパッカーじゃなかった。ヤギにかかったら、歌えた、雨降ってくるしよ。なんパワーも、パワーが効いちゃったか、効いちゃらんとか。効いちゃらんかったな、自転車よ、電池はいっちゃいらんかったよ。またね、とか地元。普通に来いじゃったのだったら、まあ坂のおったでな。坂のおった、あんたが大佐もやった。あ、坂のおとばかり自転車がよっしゃーって戻ってあとアコンしたからなんたいなち平坦じゃったっていう。マイコンがついてアイコンかないか AI か AI がちょっとつよったよ、かみさん。お茶買ったで、あ電気も入って入らなかったしよった。なんで平坦でコミを帯びてるよし、じゃあということで今回はどこだっけ、長さバナバネな、はい、南端の駅行ってチャリンコで長さバナまで行ってきました。うん、浦島太郎を見てきました。もう二度といかんありがとう、またお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。知っただよだ。